ドリアン・グレイの肖像は、オスカー・ワイルド唯一の長編小説作品。友人の画家バジルのモデルとなった美青年ドリアン・グレイは、逆説家ヘンリー教が紡ぎ出す自分の若さと美への、賞賛、および奔放な生活こそ最高の芸術だとする、言葉に酔わされ、バジルの描いた肖像画を前にして、肖像画の方が年を取ればいいのにと言い出す。 ヘンリー教の言う通りの生き方を始めたドリアンは、若い舞台女優シビルと恋に落ち婚約をする。しかし、本当の恋を知ったため平凡な女優になり下がって、しまったシビルをドリアンは幻滅し捨ててしまう。その日、ドリアンはバジルからもらい受けた自分の肖像画が醜く、なっていたのを見て驚く。シビルが自殺したのに、ヘンリー教とオペラを見に行くドリアンをバジルは非難し、 例の肖像画に変わったことはなかったかと問う。図星をつかれて驚いたドリアンは肖像画を屋根裏部屋に隠す。それから20年後、バジルはドリアンの奔放な官能主義に関する噂の真偽を確かめるため彼の家を訪ねた。ドリアンは噂を否定せず自分の正体を見せると言って例の肖像画を見せる。醜く変貌した肖像画を見て責めるバジルをドリアンは逆上し、 殺してしまい、その死体の始末を、かつて悪徳を共有したが、ゆえの弱みを握っている科学者に死いる。罪におののくドリアンは麻薬に溺れや偏屈に出入りするようになり、そこである男に殺されそうになる。それは、姉のあだを取らんとしていたシビルの弟ジェームズだった。ジェームズは、ドリアンの若さを見て、人違いを謝るが、直後ドリアンが不思議といないことを聞き知り、 郊外で催されたパーティーまでドリアンを追いかけてくる。しかしジェームズはそこで、ウサギ狩りの誤射により死ぬ。安堵したドリアンは心を入れ替えようとするが、ヘンリー教に一生に付される。いよいよ醜悪になった、肖像画を見てドリアンは、海心も、偽善と、好奇だけのことではないかと思う。この肖像画こそ、自分の両親だと知ったドリアンは絵を破壊せんとする。 悲鳴を聞いて駆けつけた者らが見たのは、美青年の肖像画と醜い老人の死に姿だった。2009年、ドリアングレ1996年版、同名タイトルで、宝塚歌劇団星組によって舞台化作品が上演され、1996年9月19日から30日に、宝塚バウホール1997年1月22日から29日に、 日本青年館で上演された。作、演出は中村明。2009年版2009年8月21日から31日には、セットガヤパブリックシアターにて上演。構成。脚本は g に演出は鈴木克秀。主演は山本浩二2015年版2015年8月16日から18日9月1日から6日には、 新国立劇場中劇場、8月22日から26日には、森の宮ピロティホール、8月29日30日には、キャナル式劇場にて、同名タイトルの舞台化作品が上演。脚本は、G2、演出は、グレン・ウォル・フォード。主演は、中山優馬。2018年版2018年9月21日から30日には、白品館、劇場。 10月10日から11日には、梅田芸術劇場シアタードラマシティにて、同名タイトルの舞台化作品が上演。脚本、演出は、小木田光一。主演は、両地真嗣。イギリスでの舞台化、トリアングレーのタイトルで、2008年に、マシュー・ボーンにより、ダンス作品として舞台化されている。韓国での舞台化、トリアングレーのタイトルで、2016年に、ミュージカル化。 脚本が、著シ心、演出、脚色が維持な、作曲が、キム・ムンジオンが担当。トリアングレイの肖像に関するカテゴリー。ありがとうございます。